変形動物とは変形動物門プラティーヘルミンシーズに属する動物の総称。プラナリア、ヒラムシ、郊外ビル、サナダムシなどが変形動物門に属する。変形と呼ばれるようにこの門の動物は平らな形をしている。循環器官や特別な呼吸器官を持ってはいない。血管やエラがなく体に栄養や酸素を運ぶには拡散に頼っている。 種類によっては細長くなったりする。太くなったり、丸くなったりすることは、構造上ほとんど不可能である。また、肛門がない。左右相性の体を持つ動物の中では、非常に原始的な特徴を持っている。うずむシズナのものは、ほとんどが自由生活であり、大部分が水中生活をするが、それ以外の綱に属するものは、すべてが、寄生生活であり、 体の構造の単純化が著しい。左右相称で前後と腹肺の区別がある。自由生活のものでは、メテニや平行方、触覚器などを備えた頭部があり、内部には神経の集まった脳が形成される。寄生生活のものではそれらはほとんど退化し、その代わりに吸盤など体を固定するための器官が、 発達している。内部は三配慮性であるが、それ以外の三配慮性動物とは異なり、その中胚葉は筋細胞と肝獣式が表皮と腸管の間を埋める状態にある。体抗がないので無体抗動物と呼ばれる。腸管は袋状で出入り口が一緒になっているため口と肛門が同じである。消化管は分子して体内に広がり、 各部で消化吸収が行われる。ただし、無腸類では消化管は空所として存在しない。口の内側は多角で細胞の区別がない合わせ包帯になっている体内につながり、ここに食物を取り込み細胞内消化する。なお、球虫では消化管は残っているが、常虫では完全に退化している。神経系は中枢神経と、 末梢神経が区別でき、また頭部には脳が形成される。そこから後方へ、左右一本の側神経が後方へ伸び、ほぼはしご形神経系に近いが、大切的構造がはっきりしないためか、五形神経系と呼ばれる。大部分では体内受精が行われ、後尾器が発達しているものが多い。 生殖は分裂などの無性生殖と卵などを産む有性生殖の2種類がある。卵は5から8匹帰り1つの卵の中に卵細胞がいくつか入っているものもある。また、寄生性のサナダムシ類や吸虫類には妖精型肺形成などによって無性的に増殖するものがある。ウズムシズナのものにも分裂で増殖する種が多く、 それらでは、再生能力も高い。螺旋乱滑。渦虫砂のものでは、多気鳥類に、簡単な陽性を生じるものがあり、それらは、ミュラー陽性やゲッテ陽性と呼ばれる。潜毛体を持ち、肛門がない点を除けば、ややトロコフォア陽性に似る。しかし多くのものでは直接発生が行われる。宮虫や常虫など寄生性のものでは、それぞれに、 かなり特殊化した妖精が見られる。伝統的に以下のように分ける。しかし、分子系統の方からは、渦虫むが単系統ではないとの指摘がある。サナダムシの仲間、魚介類の寄生虫、プラナリア、ヒラムシ、公害ビルなど、自由生活の動物。ありがとうございます。